はい、こんにちは、ゆみです。今回は大天使アズラエルの話をシェアしたいと思います。最近なんかよく出てくるんですよ、大天使アズラエル。あんまりね、馴染みがないかもしれないんですけど、大天使アズラエルは死の大天使と言われていてですね、亡くなった方とか、もう亡くなる寸前みたいな方の、まあ、痛みを和らげたりとか、まあ、その亡くなった後の魂をちゃんとね、連れて帰ってあげたりとかする時に助けてくれる大天使です。あと亡くなった方のご家族のその心の痛みみたいな、心休まらないね、悲しいみたいな時の、そういうのを和らげる手助けをしてくれたりとかする大天使です。じゃあそうなると生きてる間に私たちに関係ないのかというと、特にそういうわけではなくて、なんか私の印象だとアズラエルっていうのは人生の大きな節目に現れるイメージ、大きな変化が自分の中である時とか、一つすごく大きな今世という枠で見た時の切り替わりの、まあ、エネルギーの切り替わりのタイミングとか、なんかそういう大きな変化の時に現れてくれて、まあ、なんか助けてくれたりとか、道を示してくれたりとかするような、結構節目節目には現れてくる大天使のイメージがあります。別になんかね、私のイメージですけど、ヒーリングしてくれるとかじゃないんですよね。ヒーリングして癒してくれるとかよりは、なんか物事を教えてくれるっていうイメージかも。これはこうだからこうする方が良さそうよみたいな、これはこうだからこっちの方がいいと思うみたいな、そういう情報を与えてくれて、いろいろ導いてはくれるんだけど、別に何かヒーリングをしてくれるっていうイメージはなくて、なのでもしかしたら本当にその亡くなる方とか、亡くなった方へのヒーリングとか、亡くなった方のご家族の心を癒すためのヒーリングとかね、そういうのはしてくれるかもしれないです。うん、あの方亡くなって悲しい、寂しいっていう気持ちに対するヒーリングとかはしてくれると思うんだけど、特に私たちの天気に対して何かヒーリングをしてくれるっていうイメージはあんまりないかも。アズラエルからのエネルギーワークって私多分受けたことないもんな。いろいろね、教えてはくれるんですよ。こういう時期だから今はこうよ、これよ、教えてはくれるんだけど、別になんかエネルギーワーク受けた覚えないんだよな。でもなんかそんな感じで、すごい大きな人生の転機に差し掛かってる人にはいろいろなことを教えてくれて、道を示してくれる、結構なんか心強い系のガイドなので、もし転機がね今来てるわって思う時があったら、大天使アズラエルに呼んで、私は今何をしたらいいでしょうかって、どの道を選ぶべきでしょうかみたいなのを聞いてみると、いい感じのサインとか、まあ道をね示してくれるきっかけになる出来事を引き起こしてくれるかもしれないですそうそうそう、ただあんまり分かりやすい大天使じゃないから、もしかしたら分かりにくいサインかもしれないけど、そしたらもう私にもうダイレクトに分かりやすく何か道を示してほしいでリクエストしちゃっていいので、そしたら何か向こうも考えて分かりやすくね送ってくれると思うので、まあ、何かね道に迷ってる時とか、自分の節目、人生の節目とかで、まあ、気持ち切り替えたいなみたいな時があったら、ぜひ大天使アズラエルに頼ってお祈りしてみてください。きっとうまくいくと思いますというわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。